バリアを外すんだ。新しいエネルギーを阻むものをって言うんですよ。うんあ、うん、で、そのスウェーデンの送電線っていうのは社会のインフラなんですよね。うんうん、だから、日本の送電送電網も社会のインフラとして。 私たちのアクセスする権利があるんだということを主張していくのはいい運動かなと思うんですけどだから、静電人とかそ,のそういうその送電線配電網が社会のインフラで公的なものとしてあの電力会社から分離されている社会はみんながその送電線使用料を払っているんですよねはいはい、はい。 電気代は好きな電力会社と契約をして例えば私の映画に出てくる風力発電を使っている男性はファルケンベリーですよね風力発電で有名なファルケンベリー電力会社と契約をして100%風力発電を買ってスウェーデンではその会社によってどういう電力発電の仕方もしてるかみたいなそれが大事なんですそれエコマークがついてるか電力にエコマークがついているエコマークがついてちょっと昔は高めだったんです けどでもそこはスウェーデン政府もすごくあの情報開示ができていて、うん、今は高いよとでもここまで買い支えてくれたらここを過ぎ,過ぎるとそこからは安くなるんだっていうことをちゃんんと示してるんですよね逆にねあのこのついこの前スウェーデンに行ったんですけど今,安いんですよ今スウェーデンの電気代って昔は安かったんですけど今は瞬間的にすごく高くなっていて。へ で一つは水力発電の水量がその源頭で減っていてうん、うん、もう一つはあの原発が一機動くはずが止まっていて、はい、その二つで電力が不足しているので、はい、あのスウェーデン高い電気買わなきゃいけなくてものすごい今高くなっているんですけどそのファルケンベリー風力発電の電気購入している人は昔の安い料金のほ、ね、<laughs> うすそこの電力会社はもう風力とソーラーパネル。

石炭なのかというスウェーデンはもう原子力と水力しか基本的にないのであとは自然エネルギーとバイオマスですねそういえばこの間一緒に話をした時にツイート上に質問が来てたんですよでそれはだってそんなこと言っても見てごらんなさいスウェーデンは原子力を45%も使ってるじゃないかってこれで脱原発してるとか自然エネルギーが多いとかって言えないんじゃないのって突っ込まれちゃってるんですけどそれに関してはそれもんか僕も見ましたウィキペイで。 ね、ドイツとフランスから原子力を輸入しているので、まあ、完全自然エネルギーの国とは言えないという感じ、えっとまあ、まずそこは、えっとですねま、ずドイツとフランスの話で言うとその国同士で輸入する輸入しないという概念はそもそもないんですねまず国,国とは関係なく電力市場というのがあってお互いに一番儲かる形でやり取りをしていてそ、はい、それこそ逆にフランスは80%原子力だから。はい あ,のあんな硬直的な電気は外に売らないことにはフランス国内の供給すらできないのでフランスは外に出さないと困るし逆に変動型のえっと需要に応じてすぐできるものはフランスは外から輸入してるんですねだからフランスとドイツと行ったり来たりもし国境で切るならですね実際には数パーセント毎年今年は。 もし国境できればドイツの方が多かったとかフランスが多かったというだけであってそれは全体の電力の流れもそれは国というわけじゃなくて電力会社で原子力を中心にやっている電力会社はえとフランスから原子力を輸入するけれども風力の人はもうずっと自分たちの風力でやっているわけですね。あるいは原子力はまあベースロードで安いからまあベースロードで買うけどもでもどうしても瞬時変動するのでそれは別のところから買ってくるその全体の積分値で勝手に決まってくるだけということですね。電力 一番大事なのは今この瞬間の話とスウェーデンも原子力相当老朽化しているのでこれからどういう変化を求めていくかということなんですよね。ですからもうスウェーデンは例えば電気もそうですし熱のところも含めていわゆる木くずを使ったエネルギーが過去 30年間40年の取り組みで今一時エネルギーとして石油を超ええる燃料ままで増えてますねその原子力を減らしながらバイオマスと風力に置き換えていくっていうことを現実にやってきてますからドイツも、えー、と2000年にわずか4%しか自然の比率なかったのが、はい、えと2009年で今16%まで、はい、で2020年には35%、うん、でなんと2050年には100%自然のようにするって言ってるんですね。 その変化率をちゃんと見ないと今このなつまり現象が増えないわけですからね、もうだともうけど、電力消費量全体の π を小さくしていくと、結局その、なかなかあの撤廃しにくい。うん 原子力が一番最後ままで残っていってていしまう、うん、だからシフトしていく過程で原発の比率がもう原発作ってしまった国は全体の,そのパイの比率の中であの一時的にこうすごく比率が大きくなってしまうという現象がやっぱどうしても起きると思うんですね。 使いたいたか使ってるというよりは使わざるをえないうな状況があると、ね。でもその火力とか石炭とかそういうものは必然的に自然エネルギーに最初にシフトしていきやすいコストもかからないしだそこからこう変わっていくんですよねだから原発を自然エネルギーに最後に置き換えていくという。 順番になるんですよねねきっと一、ねうん、回動かし始めてしまったら、なかなか止めるのも,も解体に数百億円かかりますからね、うん、それをじゃあ、誰が出して、誰が負担するのかっていう問題はいまだにあんまり日本だって全く解決してないし。ね、最,最後の核の核ゴミはもう数兆円 さらに数十万年かかりますから、うんうん、数兆円では済まないですよね。<laughs> まあまあそうですね。うん、なるほど、ね、その先ほどのあのー、電力市場の話にちょっと戻ろうと思うんですけど、日本でも一応市場は開放はされているんですよね。うん、あまあよくあるあのー、キリスト教も仏教も入って骨抜きになる日本型っていうのがついていて、<laughs> うん、いわゆる日本型自由化がされているんですね。うんうん 東京電力の本にも書いてあるますね、一応で、電力自由化にはなってるんですで、それは、えー、っとまずそのさっきの2つの独占、いわゆる機能、発電、送電、配電の機能の独占と、あと地域の独占っていって、うん、そのまず地域の独占はちょっとだけ緩くしてあって、それはあの一般家庭は全く関係なくて。うんうん えと50キロワット、コンビニより大きいところは一応選べることになってますけあコンビニなんかではとても選べないので実際にはもうちょっと大きなところですねうん、うん、でそれは一応選べることになってますが非常に難しい市場なので大体100%のうちの3%ぐらいうん、うん、電力量の3%ぐらいがその新しい電力会社というのがやってますけどど、うん、ほとんど石炭ら、うん。今、何社ぐらいいるんですかねえと会社の数そのものは230社ぐらいありますけど、うん。あ,以上あるんですね、えー だけどまあ一般の人とは全く無関係にその人たちはどういうエネルギーを作ってるんですか、ほとんどがまず石炭火力ですね<ー>でも私が知っているのは、山形県はあのさくらんぼとかりんごとか果樹をたくさんこうあの産業として持っていて、これまでそのえっと剪定した枝をね燃やしてたらしいんですよ。はい でそれに目をつけた、えー、とグリーンパワーなんとかっていう、ね、山形グリーンパワーがそれを燃やすことで発電をしようとそれうバイオマスなんですよね、はいはい、木質バイオマスなんですけどああそれをその自治体が自分たちの自治体のエネルギーはそこから優先的に買っていこうということで,で東北電力の送電線を使わせてもらえているんですよね、あそこはね。えとあそそこままででやってましたかかねれ、うん、<ー>れ嫌がられないんすか いや、一応ルールにのっとってはできます。あ,あ、なるほどですね。でも送電線使用料を払ってるんですよね。<ー>うん、それでも利益が出る。うん、というか、それまでただその参拝として捨てていた。ゴミのも、ゴミであるものをエネルギーに転換したときに。うん、まあ、初めてそれが可能になるっていうか。だから、それを買ってきては、うん。はい まだその利益が出ないんですよね。ゴミ、うんはい、であれば、なるほど。<か>田さんのその方向では、そのまあソーラーパネルであるとか風力を進めるとともに、はい、その電力自由化もやっぱ進めなきゃいけないと思っているわけですね。そうですね。その地域独占よりももっと大事なの、うん、さっきの送電線を。はい。 ちゃんとと切り開くこですね電線も僕たちはお金払ってあれ作ってるでみんなの電気料金できてるの高速道路と全く一緒なんです高速道路を日本通運が持っていてみんなが荷物運ぶのは日通にしか頼めないと。で大和が運びたい時は路側帯だけ走れとかですねそういう状態と一緒なんですよ。それをちゃんと誰でもが料金払えば公平に競争して払え という形を作らないといけなくて、そのアクセス権というものを、うん、例えば自然エネルギーでそんなに絞絞ってんですか？絞ってますよね。自然エネルギーは特に入れないように絞り込んでいるので、はあ、それはいやそれどういうふうにどういうふうに絞ってるんですか？あの、うんえー、風力発電はいろいろ、はい、あの電力供給上支障が生じると言ってですね、はい、買う量をすごく狭めるんですよ。で、はい、で狭める結果どうなるかというと世界で 日本でしか行われてない抽選っていうことが行われてですね。で風力発電を例えば今年ああ例えばまるまる電力会社はああ 1>,、えー、1万キロワット買いますというとそこになんか数十万キロワット応募が来るんですよ。ああ風力発電建てたい人は。ああであとはもう紙だめ紙だめの世界でああ普通他の世界は風力発電を増やすためにとにかくいかに増やすかと努力する。うんうん、日本はいかに 増やさないかと、電力会社は努力をしています。まあ、これをね、あの自然エネルギー阻止法ってあるんだって、って海外で言われるんですよ。そうじ僕、僕、あのつい先日、その電力会社の、あの、友達と話して、ね。いや、あの風力発電は、あのもう全部放電するから、あれダメだと。<laughs> だ全部放電しちゃうんですって、<laughs> 俺言われて、いや、放電するのはまずいなっつって。結構そこで盛り上がっちゃって、やっぱ原子力ですかって、また、またなっちゃったわけですよ。<laughs> <laughs> 本当に放電すするんだったらまずいですよと <laughs> で太陽電池そんな、ね、広がるんだとどうすればいいのっていうふうにもうなってたんですけど <laughs> 放電ってい,い,いうかちゃんと発電して発電して送電線に流れ込んだ分は必ずどこかで,で、あのー、その分使われるはずだった石油か石炭か天然ガスの化石燃料を絞っているのでうん、うん、環境に必ず良くなるんですよ。 しかも電気に変換したら全部電気一緒ですからね、で別に風力発電で作った電気が放電するという概念はかああな,なんでまと,まともにそういうことを言うわけですかいやすっごい真面目な顔で僕、言われてだから本当に俺だって一応信頼してる人間から言われたら <laughs> 僕も一応、ほらいやそりゃそ,そうだって,って俺明日ちょっと俺、もう絶対作らなきゃって言ってくるっていう。 でもさ、電力会社そういうこともあったんですけどだから、本当、事実を知りたいっていう感じの場なんですけどただ、その説はとんでもないとしても風力発電の問題点っていうのもいろいろ指摘はされてあるんですよ、だから僕、そしたらすぐメールが来て、南伊豆の問題をメールで来たんですよね、それが低周波と、あと電磁波と。 あとと自然破壊映画の中でもスウェーデンでも実際山を切り開かなくてそこでまさに最初の持続可能性というまずあのことがすごく大事なんですけどもあのエネルギーは出口としては自然エネルギーに転換する以外に持続的なエネルギーはまずないんですね。はい、であのそういう意味で,でなその中で風力発電というのは最も経済的に。 あのまあコストが安くて今、世界的に爆発的に普及している技術のトレンドなのでえ日本だけ別の文明を作るんだったら別ですけどもえ風力発電を増やすというのは今のエネルギーのトレンドではあの大きな流れとしては日本もあのやるべきだとただしさっきのおっしゃるような問題これはローカルの問題地域の問題なのでそれはあの進め方で解決できるんですね。 あることは事実なんです、そういう低周波の問題とか、全然波もやっぱり存在するっていうのは、事実っ電磁波はちょっと別ですけど、はい、低周波はただ科学的に。はいはあ どうなのかっていうことはまだ確かじゃないですね。あ、そうですいや、低出力そのものを問題にするのであれば、低出力って何でもそうなんでしょう。そう,そうそう、あのあそういうものそうですし、エコエコキュートとか、ねうん、いろいろあるので、あとプロペラの形でかなり改善されるっていう説ももう改善されたものが秋田では作られてますよね。はい、ですからそのその問題とエネルギーそのものが例えば核廃棄物の問題であるとか、うん、地球温暖化の問題とかですね、より大きな人類の持続性にうん、うん 影響する問題とそのローカルに解決できる問題をちゃんと切り分けないとですねなるほどで一番典型的なのはあの野鳥鳥の問題なんですけどもこれは例えばまずエネルギーごとに鳥に与える影響をちゃんあの風,風力発電が鳥が風力発電に当たるとこう 引きちぎられてすごく残酷なイメージがあるじゃないですか、はい、それに引きずられるんですけどしかし地球温暖化が起きたらですね化石燃料は地球温暖化とそれから大気汚染によって、うん 風力合戦のもう何桁も大きく、もう種そのものを殺してしまうんですよね、あるいは原子力合戦の放射能とかですね、核廃棄物の問題、これも風力合戦もはるかに大きなリスクが実は野鳥とか生態系にはあるので、そういうことをちゃんと客観的に見ないといけないですし、だから一人を、一人をねちねち殺す映画よりも、核兵器で一気に人を殺す方が、はるかに、戦争映画は全然あまり言われないっていうような、同じような現象があるわけですよね。 なるほどそでも,ただでも例えばね、デンマークはな、ね、何千基もその風力発電が立ってるんですりますねでもそこはちゃんとこうレギュレーションというか、規則がきちんと。 作ってあって、うん、それでゾーニングと言って空力発電立てていいとことを立てちゃいけないとこつまりこれだったら低周波の問題とかいろいろ騒音の問題とか起きるだろうとでだそういう起きないところをもうきちんと区切ってあってそこにしか立てちゃいけないと、うん、でも日本はルールがないので